サッコデザインオフィスの鈴木亜彦です。サッコデザインオフィスは、設計事務所なんですけれども、設計のお仕事もあるんですが、今私がメインでやってるのは色彩関係の仕事をしています。パッと見せて、これ何の果物に見えますかって聞くんです。そうするとみんな、みかん、オレンジとかって言うんですけど、はい、だよね、正解は、じゃん。ああ。わーってなりますね。そうそう、意外とこの鮮やかな、レモンだったんだって、オレンジに見えてたけど、実は黄色だったんだ。じゃあ、なんでこういうことが起こるのかっていうような話を。ああ、面白い。面白いですね。そういう小道具をいっぱい使って話します。昨年度やった仕事は、神奈川県住宅供給公社さんが持っている、昭和40年代に建てられました、団地の大規模修繕時における外壁のデザインと、あと色彩の監修の仕事をしています。しました。まず、その地域に、条例が、色彩に関しての条例、都市計画とかあるので、それをまあ調べて、で、その中で、じゃあ、今回その団地をどういうふうに監修していったらいいのかっていうことを、色彩も含めて考えます。で、やっぱりその周り、景観っていうのがすごい大事なんですね。その団地も含めて、風景の一つなので、それを壊さず、その周りに住んでる人たちに対して、こう、違和感なく、でも、やっぱりこう、綺麗になったんだよ、新しくなったんだよっていう、そういう刺激というか、その団地を見て、あ、ちょっとこう元気になれる、なれればなとか、今までとちょっと違うなっていうふうに思っていただけることを意識してやりました。あとは、パーソナルカラーの、分析をしています。パーソナルカラーっていうのは、今結構雑誌とか、取り上げられてるんですけれども、その人自身に似合う色を見つけるっていう、そういう仕事です。やっぱり、顔が、一番こう、第一印象を決めるので、肌の色、髪の色、瞳の色、あと唇の色、そういう色ですね、色素を見ながら、その傾向を、その方の持っている、特徴をつかみながら色を選んでいきます。で、まず大きく分けて、イエローベース、ブルーベースっていう考え方があって、その人の持っている特徴がイエローベースのブルーベースのかっていうのを見ていきます。色を意外と選ぶ自信がないという方が多いんですけれども、もう本当にこう、パーソナルカラーやっていただくと、その場所でもうたくさんの色をこう、これドレープっていうんですけども、このドレープを当てて自分の顔の写りがどうであるかっていうのを見られるんですね。で、こんな、私が持ってるこのドレープは、テストドレープで1、2、3、4、5、6、7、8種類、プラス、その、シーズンごとに、シーズンっていうのが、いわゆるカテゴリー分けなんですけど、その中で、また30色ずつあるんですね。なので、自分の似合う色をそんなにつけられる機会ってなかなかないっていうことで、あ、こんな色が着られるんだっていう、本当に目から鱗みたいな体験をしていただけると思います。あとやっぱりこう客観的にこう
似合う似合わないっていうのを実際に見ていただけるので腑に落ちるというか、あ、今まで選んでた服はこれでよかったんだとか、ああこういう色も着られるんだって本当にこう発見はたくさんあると思います。